こんにちは、リエです。今日はこの食材を使ってベトナムの生春巻きを作っていこうと思います。はい、今日はこの生春巻き作るんですけど、私が食べたこの生春巻きはベトナムのホーチミンで食べたものなんですけど、これを作っていきたいので結構本場の食材を集めてみました。まあちょっと台湾で買えるものですけど、まずちなみに生春巻きって中身何でもいいんですよね。何でもいいので、好きなものを巻いてください。自分で作られる方は。今回巻くのはビーフン入れます。ビーフンと、あとはまあ日本だったらレタス、台湾だったら、ダルメかな。これダルメっていうレタスっぽいやつです。あと、ニラでしょ。ベトナム本場のやつにはニラが入ってる。ニラ入れます。あとはパクチー入れます。とあとね、新生姜が手に入ったので新生姜もちょっと入れてみるのと、やっぱりエビは欠かせません。エビを入れます。で、あとはライスペーパーも買ってきました。ライスペーパー、これ台湾の台北にある輸入雑貨屋さんでちゃんと本場のやつ買ってきました。はい、これで作っていきたいと思います。まずはこの辺の野菜を、すべて野菜とか食材を下茹でとか、そういうのをやっていきます。ちょっと下茹でまで動画にすると時間がすごい長くなるので、それでは下茹で、はい、切りました。ニラですね。ニラはちょっと長めに切りまして、あとはレタス、これと、はい、パクチーも長めに、新生姜も長めに、あとエビは下茹でして、塩で茹でて半分に切ってます。ちょっとこれちっちゃいエビなんであれですけど、できれば大きいエビでやった方がいいと思います。あとビーフンは、はい、茹でました。ただ茹でただけです。で、今から包んでいきたいと思います。はい、包むのはこのライスペーパー、包む時に解凍するというか、ふやかします。このライスペーパーね、私ベトナムでご飯食べに行ったとか、ベトナム旅した時にご飯食べる、いろんな人とご飯を食べる機会があったんですけど、その時に教えてもらった方法というか、まあ、一般的な方法なんだと思います。普通のレストランで食べたんですけど、その時この状態で出てきました。で、具がもうほんと具がさっきお見せしたこんな感じでいっぱい出てきて、自分で包む形式でした。なんかね、ベトナム人の女の人はこれが綺麗に包めたらお嫁に行けるそうですそんな面白い話がありまして、じゃあ包んでいきたいと思います。この一枚一枚に分けて、ライスペーパー、もうほんとペーパーです。硬いです。で、これでもちょっと水につけたらすぐふやけます。なので巻く直前にふやかします。で、どうやってふやかすかというと、これちょっと大きめの広いお皿にお水を、ただの水です、お水を張ります。はい、ちょっと見えるように、はい、これにこのままくっつけます。つけて、はい、今ほら広がってる。つけます、濡らします。濡らすともう柔らかくなっていきます。両方濡らします。はい、で、巻いてるうちにもふやかして吸収していくので、このちょこっとだけ硬い状態、この状態から始めます。はい、すぐしないとあれなんで、まず一番外側にエビを出したいので、エビちゃんを並べます。エビちゃんを並べます。綺麗に、これなんで割ったかというと、こうしたかったからです。ただエビを外側に見せる感じにしたかったからです。で、次に、じゃあ何でもいいんですよ、何でもいいです。包みたいものがあれば何でもいいです。ビーフンを入れます。ビーフン入れました。うわ、もうほらほら、もうこんな状態になってる。まあでもこの春巻きの皮ってお米なので、そうそう破れることは、めっちゃ引っ張ったりすると破れますけど、そんなでもないんで、比較的ね、子供と一緒に遊びやすいと思います。で、生姜を乗っけて、パクチーも乗っけて、あ、パクチーエビの次に入れればよかった。はい、で、ニラ
ニラはですね、尻尾を出したいんです、私。なんで長く切ってます。長く切ったニラでしょ。で、あとまあ野菜をもうちょっとサイズに合わせてですけど、ちょっときちぎっちゃったりして自分で調整して、こっちかな。そしてこれをよ巻いていきます。真ん中に具材を置くので、あ、やめちゃった真ん中に具材を置くので、もうね、あとただただ巻くだけです。こうやってよよよよ。で、この米粉なんですぐひっつきます。なんで別になんか なんていうの、くっつくため海苔の代わりになる何かが必要とかそういうことはありません。で、お尻を閉じたら、あ、破れちゃうと出てきちゃうよ。ああ、1個目ちょっと失敗したけど、とりあえず巻きました。完成完成完成。これをちょっといっぱいします。そう、ペタペタするの本当は作るときに手巻き寿司感覚で、食べるときに作った方がいいです。リベンジ。これ分かった、片面だけだった、思い出した。片面だけ濡らして、濡らした側に乗っけてきます。そっちの方が染み込みすぎない。で、食べるときちょっと硬い方がいいです。そのぐらいが適度な感じになると思います。パクチーでしょ、ニラでしょ、順番とか自分で調整しながら、その時その時でやってください。あんまりね、入れすぎると包めないので、そこも気をつけて分量を見ながら作ってみてください。あ、いい感じ。あ、やっぱりだ、片面だ、片面だけつけた方がいいです。あ、いい感じいい感じ、超いい感じで、最後ここを折るとできました。これ手差しでいい感じ。これね、他にもお肉しゃぶしゃぶみたいな感じでお肉を入れてもいいし、アボカドとサーモンとかでやる人も結構いますね。まあ、何でも好きなものを混ぜて、本当に手巻き寿司の代わりの、海苔の代わりがライスペーパーになったとか、なんか一気にアジア感増すんで、これおすすめです。お腹にもたまるし、お野菜もいっぱい食べれるんで、なんかお家でね、いろいろ子供もいると思うんで、お子さんと一緒に作ったりするのも楽しいと思います。いい感じ、これもいい感じ。コツを使いました。片面だけ濡らしましょう。あ、すごいいい感じだよ。ちょっとなんかまあ、もうちょっといっぱい入れてもいいかも。私今入れてるのは結構少なめなんで、がっつり入れてしっかり巻いても全然これは破れません。じゃん、完成しました。生春巻き、生春巻き、私揚げより生のが好きです。では食べていきたいと思います。できました、生春巻きです。何をつけるかというと、今回は、百貨店に売ってたんですけど、百貨店じゃないな、あ、これアジアンショップで買いました。これベトナムの魚醤です。私これ大好きで、このなんていうの、この玉ねぎみたいなやつが入ってるやつが私好きです。これ甘酢みたいな感じの味がします。カルディとかあったら、カルディが百貨店とかもしかしたら日本だったらあるかも、あ、ネットでもしかしたらアマゾンとかで売ってるかも、見つけたら概要欄のところにリンク貼っておきますね。はい、これをつけて食べます。キャン、これもね、ばっちゃん焼きの器です。ベトナムで買ってきたやつ。では実食。あー、くっついちゃってるよ。これくっつき注意、くっつき注意、くっつき注意。あー、あー、ごめん、くっついちゃった。ちょっと見た目が、あ、もうこういうことね、考えてやるよねっていう話ですけどね。私全部、ちょっとなんかもうその時その時考えるんで、あ、
ちょっと。よっよっ。ああ、中身が出てきた。くっつき注意なんで皆さん気をつけてください。一個ずつあのクッキングペーパーとかで包むといいかも。はい。いただきます。こっちからかな。こっち側から食べた方がいいかな。なんかこっちが出てきそうやから、あ、いや、こっちが食べやすいかな。どっちでもいい。これにつけて、つけて、いただきます。うん、うん、うまっ、うまっ、うん、うん、おいしい。中こんな感じ、うまっ。あ、今回のこのタレちょっと辛いわ。あの辛いのと甘辛いのとね、いっぱいあるんで、あのもし辛すぎる方はすし酢をこれに入れたらいいと思います。すし酢甘みもあるし、お酢なんで味もそんな喧嘩しないんで。では皆様、ちょっとなんか見た目あれですけど、作ってみてください。うん、美味しい。あ、美味しいわ。美味しいな。このあの、入れた新生姜がいい味出してるし、このニラがやっぱり、あの、ニラ苦手じゃない方は、ぜひニラを入れてください。あの、パクチーね。パクチーがあればだけど、日本でパクチー売ってれば。うん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 。夏でもね、ちょっと食欲ないなっていう時でも、サクッと食べれるので、おすすめです。では皆様、この動画が良かったという方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。また料理動画撮っていきたいと思います。ではでは、バイバーイ。いいおうち時間をお過ごしください。